さんおはようございます。今日は成人の日です。成人の皆さん、18歳もしくは20歳の皆さん、おめでとうございます。神様のですね、祝福がありますようにお祈りしています。またですね、今日1月8日はですね、もう一つ特別なことがある日なんですね。それは何かと言いますと、このシティビジョングローリーチャーチの誕生日なんですね。今から40年前にシティビジョンが始まりました。ちょうど40歳の誕生日となりました。本当に神様がここまで守ってくださったことに感謝したいと思います。今日はですね、エペソの4章の13節から15節を見ていきたいと思います。お読みします。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。アメン。成熟っていうことを考えたいと思うんですけど、これはですね、年齢や信仰の年数、それに比例するものでは時にないんですね。どのように神様と歩んでいるか、どのように他のクリスチャンたちと歩んでいるか、それがですね、私たちのこの成熟を、信仰の成熟を測る測りとなるわけなんですね。成熟した人っていうのは一致してキリストの体を立て上げるものです。この御言葉が書かれている流れはですね、御益者について書かれていて、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためですというですね、そのような流れの中で、書いてある語られた言葉なわけなんですね。成熟って考えるときに、それは一人でですね完結するものではないんです。他のクリスチャンたちとイエス様にあって一致してキリストの体を立て上げるものにならなければ、このですね成熟は達成される、成熟していくっていうことはないわけなんです。あなたの成熟にはですね、あなたがキリストの体の一部として機能するということ、それが含まれているんですね。神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、私たちは一つとなる、それが成熟に含まれているわけです。霊的に成熟していない子どもの信仰だとですね、自分一人で思いのままにやりたいことをするかもしれません。時にですね、不安定で誤った教えに騙され、信仰が揺らいでしまうっていうこともあるんです。しかし私たちは真理に立ち、キリストの体を愛し立て上げるものとなる、その中で私たちは守られ、また成熟したものとして歩むことができるんですね。あなたの成熟とは必ずしも隣の人と同じことをすることではありません。イエス様があなたに任された任務、あなたに任された役割を全うすること、これは大切な部分なんですね。イエス様はキリストの体の一つの機能として、キリストの体の一部としてあなたに機能してほしいと思っています。それは他の人と同じではなく、あなたにしかできない、あなたに特別に与えられた役割なんですね。ですからその使命を受け取って、その使命に応え向き合う、そのようなものとされていただきたいと思うんです。そして皆さん、成熟には実はですね、ゴール、ここまで行ったらいいっていうゴールはないんですね。この地上においてどれだけ成熟してもですね、私たちが完璧になることはありません。まだですね、私たちにはですね、伸びしろが、もっと成長する余地が残されているんですね。本当にそのことを喜んで、成熟から成熟へと、主と同じ姿に、この頭なるキリストを目指してですね、進んで歩んでいきたいと思います。今これを聞いている人がいくつであっても、18歳20歳でなく、その倍3倍もうちょっと歩んでいたとしても、私たちには伸びしろがあります。神様にあって一致してキリストの体の一部とされ、そして成熟されていく、成熟していく、そのような歩みの中を歩んでいきたいと思います。お祈りします。
神様、ありがとうございます。主よ、あなたにあって私たちが成熟したものへと作り変えられていくことができるように助けてください。キリストの体の一部として召してくださってありがとうございます。主よ、私たちを用いてください。整えてください。立て上げてください。一つとなることができるように助けてください。感謝し、期待し、愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしてます。 God bless you.